こんにちは、オールドジャパニーズメモリーズのケンです。今日は東京を代表する電気街秋葉原の歴史を遡って、どのようにして今の秋葉原が成立したのかを見ていきたいと思います。なぜ家電関連の店がこの地に集まってきたのか、その後オタク文化という一種のムーブメントが秋葉原から立ち上がり、現在はオタクの街からさらに変化しています。今回の動画では戦前戦後の秋葉原について、その由来や変遷、代表的な出来事などをまとめてみました。まずは秋葉原という名称の由来です。秋葉原はもともと秋葉原と呼ばれていましたが、その由来は秋葉神社です。火事と喧嘩は江戸の花と言われた通り、江戸時代には火災が多く、それは現在の秋葉原のエリアでも例外ではありませんでした。そうした背景のもと、1869年明治2年の相生町の大火の際に、当時の明治政府の東京府がこのエリアに日よけ地を設置しました。と言っても、この大火で焼失したエリアがそのまま日よけ地になったようです。その大きさは9000坪、約3万平方メートルとのことですので、規模感としては300メートル ×100 メートル程度の広さでしょう。この日よけ地には相生町の大火の翌年の1870年明治3年に、遠州、つまり現在の静岡県から日よけの神である秋葉大権現を勧請し、鎮火神社として祀りました。それが秋葉神社です。なお日よけ地のすぐ北の相生町が出火元で、現在だと秋葉原駅の北側のエリアが該当します。今でも神田相生町の名前は残っていますが、長らく町番の設定のない単独町名でした。その後秋葉原センタープレイスビルがオープンした際には、住所が神田相生町一番地として使用されています。その後鎮火神社が秋葉神社と改められると、日よけ地の呼び名であった鎮火原も秋葉原、あるいは秋葉原と呼ばれるようになったという経緯があります。ちなみにこの時の秋葉神社は現在台東区松ヶ谷に移転されています。その後1980年明治23年に上野から鉄道が延長され、この地に駅が新設される際に秋葉原駅とされ、こちらの読み方が一般化されていったそうです。この時点では貨物駅としての開業で、秋葉原貨物取扱所という名称でした。日よけの秋葉原大権現を勧請してから8年後の1878年明治11年東京中央電信局の開局祝いの席で、電池によって初めてアーク灯という電灯が灯されました。こちらは銀座に復元されているアーク灯です。電池でアーク灯を灯したその5年後の1883年明治16年には、東京電灯会社、現在の東京電力が設立されました。東京電灯会社は後に東芝を創業する藤岡一助などの若手の技術者が発起しましたが、時を同じくして大倉喜八郎らが日本電灯会社を設立して、競合したために共倒れにならないように渋沢栄一が合同を仲介し、改めて東京電灯会社が設立されたという背景があります。なお大倉喜八郎は幕末から明治にかけて財を成し、とりわけ幕末の戊辰戦争では外国人から武器を調達し、その後大倉財閥を築きます。そして帝国ホテルを建設、大成建設の創業者となります。また1897年明治20年には茅場町で初の火力発電所も設置されました。こちらは第二電灯局という名前ですが、一番初めに設置された電灯局となります。現在では電灯供給発祥の地碑だけが残されています。エジソンが世界で初めて火力発電所を発明したのが1881年明治14年です。実にその6年後、火力発電所が日本にも導入されたということになります。導入当初の電力は電灯のみに使用されており、電力量も白熱電球1600個分という少ないもので、エリアも数キロメートルの範囲にとどまるものでした。茅場町の火力発電所ではこのような発電機が使用されていました。町では写真右側のような電灯が設置されていたようです。その後電化は進み、首都圏の工場設備の拡大に伴って電気工事も増加しますが、工場に必要になる電気材料の卸業が繁盛しました。秋葉原駅付近は1925年大正14年には高架工事がなされていましたが、その際には10年後を見据えた総武線との交差のため、すでに太い鉄骨が建設されていました。また1927年昭和2年には浅草から上野にかけて東京で最初の地下鉄が開業しました。その後上野から南の秋葉原ホームへ向かって延長し、万世橋下を電車が通ることとなります。川の下を電車が通ることは当時画期的であり、注目された事柄でした。1928年、昭和3年には貨物設備の一部が高架化されましたが、
当時初めての高架の貨物駅が誕生したことになります。1932年に全ての設備が高架化され、さらにその上を高架で直行する総武線の秋葉原駅が完成し、日本でも少ない二重の高架構造を持つ駅としても画期的でした。地下から総武線のホームまでは90段の階段を登る必要があったそうです。こちらは貨物駅の上にさらに高架で総武線が通っている写真です。影の位置からもその高さが伺えます。また貨物駅の大きさも目を見張るもので、長さはなんと440メートルもあったそうです。秋葉原の貨物の取り扱い内容は、開業当初は東北地方からの米国が多く、1893年に使用開始された船だまりを通じて深川や日本橋へと運ばれていたそうです。現在のヨドバシカメラのあたりです。今では見る影もありません。名残として確認できるのは、現在秋葉原公園に残されている堀割に架けられた橋の欄干です。戦後も長らく貨物の取り扱いは続いてましたが、東海道方面は千代留駅、房総方面は小名木川駅、これは現在の亀戸駅から南へ2キロほどに存在した駅です。東北方面は隅田川駅が担当していたのと、コンテナ輸送が主流になってきたために、徐々に秋葉原での貨物の取り扱い量が減少し停止となりました。秋葉原は立地が狭く、高架で貨物を輸送していたため、コンテナ輸送に対応できなくなったというのが大きな理由です。こうした背景のもと、1975年、昭和50年に秋葉原での貨物営業が廃止され、旅客専用の駅となりました。貨物運搬の廃止後、貨物駅があった場所は東北新幹線用地となって、駅設備の一部が撤去されました。また貨物線は在来旅客線列車の留置線としてしばらく活用されましたが、現在は高層ビルが建設されており、その痕跡はほとんどありません。秋葉原が世界有数の電気街に発展した礎としては、1933年、昭和8年に広瀬商会が出店し、さらにはラジオ部品の専門問屋としての全国の小売店にも販売を展開、急成長したことが理由に挙げられます。広瀬商会は1925年、大正14年に東京神田淡路町にラジオ卸商として創立されました。NHK の試験放送開始とほぼ同時期であるため、NHK と共に生まれた広瀬を標榜していたそうです。とはいえ、1941年、昭和16年には太平洋戦争が開始され、それまでの電化の拡大は一旦陰りを見せることになります。工場や電気材料は軍事に利用されるようになり、大衆の間での商売や経済活動は停滞し、1945年の東京大空襲により秋葉原も壊滅状態となりました。戦後壊滅状態となった秋葉原ですが、その後すぐに電気店が店舗を再開、また新規店も開店し、急速に復興が進んできました。こうして中央通りや万世橋付近の電気店街が形成されていきましたが、その理由としては広瀬商会が総合問屋として地方にネットワークを持っていたという点も重要です。地方から仕入れに来る業者が多くいたため、秋葉原は大変な賑わいを見せ、たくさんの出店が続きました。交通の便が良かったというのも、急速の発展に一役買っています。日本橋王子間、上野品川間、新宿までの路線など、秋葉原は国鉄路面電車の都電とともにアクセスが良く、利用者も多かったことから、物流も促進されていたことが伺えます。そのような中、小川町神田のあたりの露店ではラジオの需要に伴って真空管の販売が増えました。近くにあった電気工業専門学校、現在の東京電機大学の学生がよく買っていったことから火がつき、100軒以上あった露店のうち50軒ほどが電気関連の露店に変遷していったとのことです。ところが1949年、昭和24年には道路の敷設や拡幅を目的として GHQ による露店撤廃令が発令されました。移転を求められた露店商は屋根付きの代替地を要求し、そこで当てられたのが秋葉原駅のガード下となります。こうして中央通りの電気街とガード下の店舗が今の秋葉原の原型を形作りました。その後もラジオの需要はとどまることなく爆発的に売れたそうですが、この頃に命名された店舗の名前が今でも多く〇〇無線として残っているわけですね。1951年頃までラジオを筆頭にレコードプレイヤーや電気スタンド、アイロン、扇風機、電気ストーブなどが販売されていました。しかしその後数年で白黒テレビや洗濯機が登場し、秋葉原の販売店はさらに活況を呈していきました。その裏で廃業を余儀なくされた電気店も存在しています。鹿の無線もその一つです。創業した鹿の氏はもともと広瀬商会と同様に秋葉原で大きな電気店を営んでいた山際電気商会に勤めていましたが、紆余曲折の後に独立して電気店を営むことになりました。
ところが税務署からの度重なる課税に伴い廃業となり、不遇の時を過ごすこともあったそうです。実は山際電機商会で一緒に勤めていた石丸氏もその後に石丸電機を創業するんですが、鹿の無線と同様に石丸電機はまた一度閉店のために在庫処分を行った過去があるそうです。鹿野氏は鹿の無線を廃業後一文なしという状態になったそうですが、唯一木造の2階建ての店舗だけが残りました。そこで新しい商売を始めたんですね。それが1949年昭和24年に創業された肉の万世です。まさに万世橋のたもとで開業された肉の万世、その前身が電気店であるということは非常にこの秋葉原を象徴する出来事ではないかというふうに思います。はい、ここで当時の秋葉原の様子がわかる映画の一シーンを紹介します。川島雄三監督、1956年、昭和31年公開の須崎パラダイス赤信号、主演の三橋達也が恋人を探して秋葉原をさまようシーンから始まります。はい、こちらですね。こちらよく見ますと、小野電業者と、ここにこの日差しのところに見えますね、小野電業者、これが、現在の小野電です。で、ここにこれもしかすると石丸と書いてあるようにも見えますんで、石丸電機かなという感じもいたしますね。ラジオがたくさん並んでいます。で、三橋達也がこう通りかかります。はい、ここです。丸山無線と書いてあります。この丸山無線は旧ラジオ会館本館に入っていた最後のテナントですね。旧ラジオ会館は2011年に閉鎖し取り交わしました。2014年に現在の新館がオープンしましたが、この、旧ラジオ会館の最後のテナントです。で、この映像、この映画の中のラジオ会館、ここですね。これは旧ラジオ会館のさらにその前の、2階建てのラジオ会館であるということがわかります。当時の秋葉原の様子がよくわかります。はい、この中出電気商会、これ現在もありますね。で、この松並無線も今大きくなって現在あります。瀬田無線もあります。鳥居電業株式会社もここにあります。はい、ここですね。この松田ランプの下に谷口と見えます。この谷口電機こそ現在のラオックスなんですね。はい、こちら最後のシーンなんですが、まあ、この動画の中の映像の最後のシーンなんですが、中央通りがこういう風に見えます。これが JR 総武線の高架橋になりますね。こちらに見えるのがこのでかいね、この大屋柱があった、まあ、現在でもありますが、これが万世橋になります。で、ここに都電が見えます。ここのね、この奥に行くと須田町、手前にずっと進むと上野なんですけれども、この部分っていうのは、この都内でもね、この都電が最も密集していた場所の一つになります。1系統、20系統ね。ということで、現在の秋葉原の様子とまた比べてみるのも面白いかもしれません。もう一度通して見てみましょうか。ちなみに須崎パラダイス赤信号のこの須崎というのは現在の江東区東洋1丁目であって、当時赤線地帯、遊郭があった場所ということですね。昭和40年代に入って販売される家電が大きくなるにつれ、販売店そのものも大型化されていきました。
さらに土地価格の高騰から生産性を高めるために次々と高層ビルが建設され、商業空間が拡大されました。秋葉原の街並みは昭和40年代後半には現在のような景観が出来上がっていました。道路の中央には都電が走っています。昭和50年代に入るとコンピューターを扱う店舗が増え始め、ラジオ会館の7階に NEC ビットイン東京が開かれました。ここでは NEC のマイクロコンピューター情報の全てが集約されており、技術的な悩みはここへ行けばほとんどが解決するという画期的な窓口だったそうです。またジャンクショップが成長したのもこの頃です。国際ラジオ秋月電子がショップを開き、家電とともに秋葉原の代名詞であるジャンクショップのイメージも強くなっていきます。ジャンクショップで取り扱っているのはパソコン部品のジャンク品やバルク品が主で、格安の代わりに多くの場合は動作保証もなく返品もできないようなものでした。上級者はこういったショップをうまく利用していたんでしょうね。しかしながら近年こういった老舗のジャンクショップは閉店が続いており、徐々に衰退しているのが現実です。このような背景の中、日本メーカーの技術力の高まりに伴い、日本の家電製品は世界的にも人気が高まります。海外からの観光客やビジネスマンなどが秋葉原で家電を購入するようにもなりました。こうしてメイドインジャパンと一緒に秋葉原も世界的に有名になっていきます。もともと秋葉原は看板の電飾が多い街でしたが、外国人向けの看板や外国人の店員も増えてきて、無国籍のイメージも色濃くなり、不思議な空間へと変遷していったそうです。昭和50年代後半、1980年前後ですね、においてはテレビの大画面化、ワープロ、コードレス電話、CD コンポ、電子レンジが普及し、バブル経済の流盛とともに大型、高額の家電製品が飛ぶように売れました。こうして秋葉原はさらに成長を続け、1985年前後からは AV と情報家電の街へと急速に変わっていきます。その最中、関東近隣へ多くの家電チェーン店が出店してきました。野島、ケーズ電機、ヤマダ電機、上信、小島など主に郊外に店舗を構える家電店の台頭です。それぞれの電気店は主に関東を発祥とするものがほとんどでした。野島は1959年、昭和34年神奈川県相模原市に野島電気工業者を創設しました。ケーズ電機は1947年昭和22年茨城県水戸市に加藤電気商会を設立。山田電機は昭和48年群馬県前橋市で電気店山田電化サービスを開業。小島は昭和30年1955年栃木県宇都宮市に小島電気商会を創業しました。この頃は自家用車も随分普及していました。車で家電店へ行けば商品を即日持ち帰ることができました。また新宿渋谷池袋でビッグカメラやヨドバシカメラなども家電を取り扱うようになり、家電目当てで秋葉原に足を運ぶ人が減り始めてもいました。このような背景から秋葉原は家電関連の街からパソコン関連の街へと変化していきましたが、1990年、平成2年にはラオックスザコンピューター館がオープンし、1993年にはソフマップが出店するなど、その勢いは増していきます。結果1994年、平成6年には秋葉原電気街での売り上げが家電関連よりもパソコン関連の方が大きくなり、マルチメディアの最先端としても認知されるようになりました。昭和60年代にはコンピューター以外でも秋葉原は大きく発展を遂げており、中央市場跡地の再開発、JR 敷地の再開発、つくばエクスプレスの始発駅として秋葉原駅の再開発がありました。現在秋葉原 UDX や秋葉原クロスフィールドがある一帯はかつては成果市場でした。 IT 関連産業の世界的な拠点を形成していくということを目指して建設されたものです。このエリアに存在した成果市場は1928年から1989年にかけて日本一の成果市場として栄えました。元は神田須田町に存在していたので神田成果市場と呼ばれており、その広さは1万5000坪、4万9500平方メートルということですので、秋葉原駅のエリアにあった日よけ地の9000坪、約3万平方メートルよりも広い敷地となります。神田成果市場は秋葉原の再開発により手狭になったためと、大田市場への統合に伴い1989年平成元年に廃止されました。その後長らく空き地となってましたが、バスケットコートが作られたり、その後に秋葉原 UDX、 秋葉原クロスフィールドが建設されるなど、すっかり様変わりしてしまいました。さて秋葉原といえば、首都圏における新しい鉄道の中では群を抜く走行距離を誇るつくばエクスプレスが存在します。走行距離は 58.3km ですが、その他の新路線で次に多いのが大江戸線の 25.7km、
いかにつくばエクスプレスが大きなプロジェクトであったかは容易に想像がつきます。昭和63年には住宅供給と鉄道建設を一体に行うため総合土地対策要項が閣議決定されました。これによりつくばエクスプレスは国策上としても重要なプロジェクトになったのです。この頃都市側の起点が東京から秋葉原に変更され、建設区間は秋葉原つくば間と落ち着きましたが、ルート変更など紆余曲折もありました。もともと南流山付近では武蔵野線を高架で乗り越える計画でしたが、地元住民による猛反対があり地下を潜ることになったのが最も有名な話です。画面上南西から北東間を走る線路ですが、地図上での青丸のポイント、これが地下に潜り込むところですね。江戸川を越えてから一旦地下に潜るため数十メートルの高低差が生まれています。当初は JR 東日本が運営する想定でしたが辞退したため、1991年平成3年につくばエクスプレスの建設を行う第三セクター、首都圏新都市鉄道が沿線自治体の出資で設立されました。つくばエクスプレスの誘致開業についてはつくばエクスプレス利用建設促進議員連盟の事務局長である話康弘議員や柏市北部を地元とする桜田義孝議員らが尽力しています。その後つくばエクスプレスは2005年平成17年に開業しましたが、利用者数は増加の一途をたどり、今では1日の平均利用者数が40万人ほどになっています。話を秋葉原に戻します。家電の売り上げが欠けるを見せ始めた1990年代後半にはパソコン関連製品とともにアニメやゲーム、フィギュアを扱う店舗も増えてきました。これは PC の部品を購入するために秋葉原に通っていたいわゆるオタクの需要に伴ったものでしたが、さらにはメイド喫茶の登場にも影響を及ぼしています。これらは一大文化となり、秋葉原はポップカルチャーの発信地としてコンテンツ産業の中心地となってきました。2004年平成16年にはネットの掲示板2チャンネルの書き込みから生まれた電車男が話題となり、オタク文化やや大衆化した流れも生まれ、後には映画化されるまでの影響力を持ちました。ネット上において会ったこともない人たちが会話を行うというのは今の SNS の走りとも言えますよね。さらには秋葉原のオタク文化が大衆化していく過程で避けられないのが AKB48 です。会いに行けるアイドルというコンセプトで2005年平成17年にデビューを果たした AKB48 ですが、秋葉原のコンテンツ産業に拍車をかけたのは間違いありません。 AKB48 専用の劇場が開設されるなど、これまでのアイドルとは一線を画す存在として成長を続けています。その後 AKB48 の人気が全国区となっていくにつれて、秋葉原の存在感もますます増大していきました。そんな矢先、2008年平成20年に秋葉原無差別殺傷事件が発生し、まさに死傷者が多数発生する大惨事となりました。この事件ではネットの掲示板が犯行予告に使われるなど、オタク文化を象徴とするような経緯をたどっています。良くも悪くも注目を集める秋葉原ですが、その後も秋葉原では元々の家電関連の爆買い観光客とコンテンツ関連のグッズを求める観光客でさらに発展を続けます。中国からの観光客は家電関連、欧米からの観光客はポップカルチャーに興味があるという傾向があったそうです。大型観光バスで秋葉原に訪れ、アニメグッズやフィギュアを買い漁るという姿も見られます。日本全体としても2011年には600万人強だった訪日外国人観光客数は2019年までに3000万人を超えているそうです。その後は新型コロナウイルスの影響もあり10分の1程度までに激減しています。ここまで秋葉原の歴史を振り返りながらその飛躍的な発展を見てきましたが、やはり新型コロナウイルスの影響は大きく、今では賑わいが失われつつあるそうです。長期間シャッターが閉まっていたり廃業を余儀なくされた店舗も少なくないとのことです。しかしながら外神田1丁目再開発事業というまた新たな再開発計画も進行中ですので、今後も秋葉原からは目が離せないと思います。はい、今回は秋葉原がどうして今の秋葉原になったのか、その歴史と変遷を見てきました。また上のシリーズと同様、この秋葉原にも続編があります。第2弾は幻の万世橋について、あるいはラジオ街の成立に尽力をした人など、秋葉原を利用する多くの人がほとんど知らなかったその歴史のベールをそっと紐解いていきたいと思います。今回の動画が良かったなと思われましたら高評価ボタン、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。